レイのライオンいつだって鏡を出して顔を映すのが好きだがライオンは風の強い日はとりわけ丁寧に鏡を見た変な具合にたてがみが乱れるのが嫌だからだ乱れるといっても時々ぐしゃぐしゃになった具合がとてもかっこよくなることがある。 そ時「そのとはそっしておく。そして、これ以上風に乱されないように岩のくぼみにじっとしゃがんでいる」「ライオンはきょうも鏡をのぞいた」「鏡の中にライオンの平べったい花と青空が映った」 今日は表情の練習をすることにした。まず口を開けたり耳を動かしたりひげをそよがせたりするそしてその途中でパッと顔の動きを止めて何の表情だろうと考えてみる喜んでいる顔眠い顔泣いた顔怒っている顔 などいろいろできたその中でも特に憂いの顔というのがライオンの気に入った憂うつそうな悲しそうな困っているようなそんなのが混じり合った表情だ憂いの顔は鼻の頭にしわを寄せ耳を垂らし 舌を少し出して、髭を震わせると出来上がる。とても寂しそうでしかも美しいライオンはカタツムリに憂いの顔を見てもらうことにしたカタツムリは腹筋運動をやり終わったところだった。 二人はお茶を飲みながら、あれこれと話をした。やがて、ライオンが言った。ねえ、カタツムリ。なんだい僕のこの顔、どんな風に見えるライオンは、憂いの顔をしてみせた。 かたつむりはじっとライオンのかおをみつめた「ああきみはとてもおなかがすいているんだね」「く腹ふくのライオンはそんなかおをしてる」っておれなにかのほんでよんだことがあるそういわれてライオンはおなかがすいていることにきがついた。 当たった。これお腹すきの顔なんだ。さっき鏡見て練習したんだ。僕ご飯食べてくるね。さよなら。さよならライオン。ライオンは憂いの顔をもう一度練習してみようと思いながらご飯を食べに帰っ